皆さんおはようございます。今日も今日の曲いってみたいと思います。昨日はですね Mr.Children のヒーロー歌いましたけども、今日も一曲 Mr.Children いってみたいと思います。この曲はですね僕が営業の仕事をしてた時に、つまずいた時にですね、流行ってた曲で、とても心に刺さった、そんな一曲です。それでは聴いてください。 Mr.Children で優しい歌。誰かが救いの手を君に差し出してる。だけど今はそれに気づけずにいるんだろう。しらけムードの僕らは胸の中の洞窟に住み着く魔物と対峙して、一吹きで消えそうな儚い願い、言いかけて飲み込んで恥ずかしくなる魂の歌を、くすぶってた照れ隠しの裏に忍ばせた確信犯の声、出口のない自問自答、何度繰り返してもやっぱり僕は僕でしかないなら、どちらに転んだとしてもそれはやはり僕だろう。このスニーカーの紐を結んだなら最高、簡単にひれ伏したあの日の誓い、思い出して歯がゆくて思わず叫ぶ後悔の歌、甘えていた鏡の中の男に眩しゅを誓う、中に立って空を見れば大切なものに気づいて苦しくなる優しい歌、忘れていた誰かのために小さな火をくべるような、愛する喜び溢れた歌、はい、ありがとうございます。はい、この曲はですねさっきも言ったようにあの営業でね、つまずいた時に、流行ってて、とても心に刺さった、一曲なんですけども、その中でもですねこの曲の中でこう僕の中にこう、刺さったのがですね、後悔の歌、甘えていた鏡の中の男に今復讐を誓う、要は自分自身との戦いっていう意味がですねもう本当にね伝わってきた、そんな、歌だったと思います。まあ、人生ってね、まあ、いろんな出来事があるんですけども、結局はね言い訳なんて通用しないんですよ。やっぱり自分の人生だから、自分の人生をどうするかは自分次第だから、自分自身をサボるかサボらないかだと思うんですよね。そんなことを教えてくれた、一曲だなと
思います。はい、ありがとうございます。それでは昨日のコメント読んでいきたいなと思います。昨日はですね、同じくミスターチルドレンのヒーローを歌ったんですけども、みつこさん、いつもありがとうございます。こんばんは、お疲れ様です。ほろ酔い加減での歌いぷりもいつもと違ってて、ぐー、ありがとうございます。なぜかお色気を感じたのはほろ酔いのせいなのね、とね。どうなんでしょうね、その辺はよくわからないですけど、私は初めて聞きました。何でもドコモの CM での曲、あ、そうだったんですね。僕ドラマかなんかの主題歌だったのかなと思ってたんですけど、ドコモのコマーシャルだよね。なんかテレビで聞いたっていうイメージがあったんですよね。だったそう。悲しいことに曲にないし、でもまた深い詩の内容とメロディーが、またいいですね。胸に染みました。もう本当ね、ミスチルの曲はですね、本当深い詩が多いんですよ。その詩の内容のその裏がある詩の内容とかね、多かったりするので、すごくね勉強になります。谷さん、視力抜群にいいけど老眼はきっと、良すぎのせいだってよく言われますよね。目がいいと老眼になるのが早いっていうね。私はやはり一発では難しいと思います。いろいろあって楽しませてもらって、私は老眼もちろん入ってて、視力がまたほとんど近眼ね。老眼と近眼はきついですよね。はい、ね、今両方のメガネとかありますけどね。はい、やはり一発では難しいと思います。いろいろあって楽しませてもらってる、今夜もありがとうございました。ありがとうございますね。本当一発っていうのはね、もうライブ、例えば尾崎ナイトとか浜松ナイトみたいに、この日にライブをやりますっていうので、もう半年とか3ヶ月半年とか練習してやるのが一発なんですよ。それでも間違ったりしますからね。まあそれがね、その日当日、突発的に一発撮りでっていうのはですね、もう本当難しいですよ、という言い訳です。はい、ありがとうございます。ゆかさん、いつもありがとうございます。ご無沙汰してしまい失礼としました。これから遡りたいと思います。ありがとうございます。遡っていただけるんですね、嬉しいですね。はい、ありがとうございます。しのさん、いつもありがとうございます。こんばんは。気づいてなかった、気づいてなかったんですよ。ね、まあそれも他人クオリティだと思っていただければ。なんかお得な感じでした。老眼鏡も、お風呂治ってよかったですね。お風呂はもう本当次の日治ってよかったですね。もう本当びっくりでしたよ。もう今夜シャワー浴びれないのかなと思ってたので、はい、嬉しいです。はいね、老眼鏡ね、ちょっと買いに行こうかなと思います。一度ぐらいの老眼鏡だったらそのままつけてられるので、はい、そうなんです。それがまたね、年齢を追うごとに1度から 1.5、2倍 2.5 みたいな感じになってくのかなと思うとね、ちょっと寂しいですけどね。はい、ありがとうございます。はい、皆さんコメントありがとうございました。昨日はですね、スパムコメントがありませんでしたので、まあ今日はね、日曜日ということで、皆さんぜひ素敵なね日曜日をお過ごしください。今日ライブ配信ですね、ちょっと午後3時過ぎ、もしかしたら夕方ぐらいになっちゃうかもしれないんですけども、そのぐらいにライブ配信したいと思いますので、もしよかったら、ぜひご参加お願いします。はい、それでは後ほどで30分ぐらい前からですね、チャットの方立ち上げますんで、もしよかったらご参加よろしくお願いします。それでは後ほどライブ配信でお会いしましょう。